めん、ちょっと最近太りすぎやな。え太りすぎ、行こうかよ。いいか、お腹ちょっと見せて。はい、太ってんな。どれぐらい太ってんな。食べすぎやねん。食べすぎじゃないっすよ。食べすぎよ。何食ってんの。ニンニク入りのネギ玉牛丼みたいな。太ってんな。食べり方がもう太ってんもん。うまいっすわ、ほんまに。牛丼で知らんない。盛りですか。これ特盛りや。特盛り、特盛りっす。絶望やな。いや、めっちゃうまい、ほんまに。いや、なんか最近さ、もう昔めっちゃ細かったやん。昔細かったのに、今ちょっと太ってきてて。でも昔はね、かっこいいとか言われてたのに、可愛いに変わってきて。で、最近可愛いも言われへんなって。そんなことはないっすよ。みんなどう思います。本気で痩せてほしいんやけど、俺は。全然ちゃうもんね。だっておとんと息子みたいになってる。ほんまにやばい。でかいな、お前。ほんまにやばい。ちょっとブラっぽくしてるのも腹立つ。ということで、コメンコダイエット始めます。ガチで、もう今日はこれ最後の晩餐を食ってください。いやー、やだって。明日からはサラダ以外絶対食わないです。最後やし、この器も食べときや。じゃあちょっとタイトルコール、いつものやついかしてもらいますね。デブホストが1ヶ月本気でダイエットしたらどこまで痩せるの。いいですか、これで。いや、嫌ですわ。決めましょう、ちゃんとしたルールを。サラダは食べていいにしたってほしいな。ドレッシングとかどうしますか。飲め。ふたりますか。飲もう。あとちょっとお酒もやっぱあんまりな、よろしくはないか。ガチでもう行こう。まあ1ヶ月間、うん、サラダだけと鶏肉はいいんじゃない。なんかサラダチキンみたいな、あれの。いや、運動しないといい。うん、通勤はタクシー使わない。いいじゃないですか。それだと本気やで、1ヶ月本気でやってくれないと気が気にならへんから。営業中はお酒飲んだやっぱな、厳しいから。基本、報復前進とかでいいんじゃん。営業中は常にしたから。常にか。あ、それでいいじゃん。お酒飲んでも営業中どうする。ハイボールにしたらいいんじゃないですか。ハイボールと、そうっすよね。じゃ糖質の高いものは飲まんとこは。それがいらんやったら、お客様にお願いして自分の箱でお茶でも飲んでもらおうかな。ビール飲めないですか。うん、ガチでやってもらうとね、噛み締めて食わんと最後やで。これ飲むもんちゃう。太るのはいいけど、おもんなくなすんだけやめて。そういや、でもマッシュも太ったよね。そうなんです、僕も痩せたいんですよ。なんなら痩せれなかった方が罰ゲームぐらいの勢いでもいいぐらい、僕は結構やる気出てますけど。誰で。はい、追い込まれてるよ。確かにそれはありかもね。丸刈りな、じゃあ。いや、丸刈りな。どっちか絶対丸刈りなのよ。いや、それやったら僕、チョリさん結構太る側の方いってほしいですけど。無理やって。いや、僕ら痩せる側やるんで。俺は薬やってんのでも何でも大切やん。それぐらいの気持ちでメンバー見届けるから。いや、ほんまにやりましょう。普通に考えたらこっちの方が痩せやすいじゃないですか。あの、余分なものが多いって言い方もあって言っちゃう。めちゃめちゃ言い方悪いんですけどね。今悪いものが多いんでね、落としやすいと思うんですよ。で、俺が痩せたらマッシュは坊主にするってこと。いや、坊主はやるでしょ。仕事に関わること以外やったことします。1ヶ月アレクサに、アレクサ、なんか撮ってみたいな。絶対いいから、駆けつける。家はですか。誰それ。例えばトイレ行ってて、ケツ拭くのめんどくさい、浮いて。そう、全然、してもらう。やりやすいやろ。アレクサ、絶対ケツ拭かれへん。アレクサ、ケツ拭かれへん。やりましょう。なる。やりましょう、お前に。じゃあ、俺が劇的に変化したら、これって体重の差ですか。そうやな、差額でいこうか。何キロ落ちたかみたいな。今はちなみに何キロ。もう、ちょうど70ちょいぐらいです。いや、本当です。まあ一旦俺の話はやめましょう。僕は171cm の、あんまり変わらんって、2、3ぐらいですね。だからメインはコメちゃんの ダイエット企画で、で、まあ裏企画みたいな感じで、まあ、僕は個人的に痩せたいんで軽くこう潜入していく、まあ、メインはコメちゃん潜入で、負けたらいつでもアレクサで。やりましょう。メインって体ふかしちゃって。じゃあ2人意気込み。まあ、コメンコはだれてだれて今この体型になったんで、これからもだれ続けるということで、多分1ヶ月後1キロぐらい太ってるんちゃうかな思うんで、僕がまあ5キロ以上痩せて圧倒的な差を見せつけてやろうかと思ってます。素晴らしい。それでは私は明日から痩せよう、未来のためレッツゴー。私、チョリゾーが9月に誕生日ということなので、普段、レンレンは大阪で働いてくれてるんですけど、はい、僕は大阪の南の方で、働かせていただいてるんですけど、今回、いつもお世話になってるチョリゾーさんを一緒に祝いたいということで、9月にチョリゾーさんの持っているお店全部回ろうかなと思ってます。ということは、北海道、沖縄、歌舞伎町、全部回ってくれるということでいいのかな。はい、おはようございます。よいしょ。日程の方はこちらになります。今回の限定出勤について質問等あれば Twitter、Instagram の DM お待ちしております。 DM の方がたくさん来るので返
信の方がね、できない時もありますが、決して無視してるわけじゃないんで、何回か無視の方お願いします。もちろんゲリラでね、お店の方遊びに来ていただいても全然 OK なんで、指名待ってます。待ってます。